はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またオズモポケットのちょっとお話をね、したいなと思ったんですけどね。僕 3D プリンターも持ってて、いろいろ細々したね用品、自分で作ったりもしてるんですけれども、その中でね一つまたちょっと作ったので、それのご紹介をしたいなと思います。これはね、僕のチャンネルをね、ご覧いただいている視聴者さんの方から、こんなん作れないかなということでね、ちょっとご意見をいただいて、で、作ってみたっていう商品になります。商品というか、売ってもないですけどね、まだね。ご要望があれば、またね、僕の、メルカリの方でね、また販売もしてもいいかなと思ったんですけどね。何かというと、オズモポケットね、オズモポケット、普通に、通常こういう状態ですけど、結局、僕も買おうかどうかしようかすごい迷って、結局買っちゃったっていうのがこの延長ロット、なんですけどね。結構ねお値段もするっていうことで、二の足踏んでたんですよ。そこまでいらないんじゃないかなっていうね、いうふうにも思って、で、この前バイクのね、ちょっとうろうろした動画をご覧いただいた方は、なんとなく、分かってもらえると思うんですけど、これだけでね頬取ってるともう完全にねおっさんの顔ドアップだけになっちゃうんですよ。もう周りの風景とかねあんまり入らなくて、バイク乗ってる兼ね合いもあってね、もう本当に汗だくのなんかおっさんの顔が全部の画面閉めちゃってるみたいなね、あんまり見た目が良くない、絵になってしまってたんで、買うんだったらもう下手にどうこうするよりはやっぱり、こう伸ばした時にここに操作パネルがありますから、やっぱり操作がしやすいということで、この延長ロットね、DJI 製の、延長ロットを買いました。で、先ほど言ってた 3D プリンターでね、作ってほしいと視聴者さんから言われてたものなんですけど、こういうふうにねこの先っぽのところにオズモポケット止めるんですけどね、こういう状態で止めます。で、Wi-Fi モジュールつけてなくても、特に問題なくは使えるんですけど、スマホで映像を確認した場合、ここにスマホをつけるわけですけど、Wi-Fi で飛ばしてね、スマホで見るということをしようと思うと、この Wi-Fi モジュールを下につけとかないといけません。こういうふうにね。で、これ自体も、そんなにすぐに抜けるようなものではないんですけど、この、Wi-Fi モジュールだけでも結構いいお値段がするので、やっぱりね、出先でポロってね、落としてしまうなんていうことは避けたい、と思いますよね、皆さんもね。で、その視聴者さんもそういうふうに思われたみたいで、僕は普通のね胸マウントとかする用のオズモ、ポケット用の、このマウントのやつはもう 3D プリンターで作ってねメルカリとかで出してるんですけど、その分はね、Wi-Fi モジュールが落ちないようにちょっと脱落防止器具みたいなのをね、ちょっと用意して、僕が、あった方が安心だなと思ってね、作ったんですけど、それをご覧いた、買われてね、同じような、この、何ですか、脱落防止器具作れないですかっていうね、ことをいただいてました。で、僕自身がこの延長ロット持ってなかったんで、これ別ね、これは。これは別につけてますからね、僕ね。延長ロット持ってなかったんで、なかなかそれが作れなかったんですけど、今回ね、買ったんで、僕が使うかどうかって言ったらね、どうかちょっと微妙なんですけど、作ってみました。僕は基本的にね、Wi-Fi で飛ばすとやっぱり遅延がちょっと発生したりするっていうのがあって、映像を基本はもうシンプルにここの、モニターだけで確認してます。もう Wi-Fi モジュール抜いて、この延長ロットの場合は。で、どうしてもここへね、モニターやる場合は、有線で、この下の USB-C のとこから、ライトニングね、iPhone の方のライトニングにつないで、有線接続してます。その方が全然遅延がないので、
そういう風にしてますけど、どうしてもやっぱり Wi-Fi モジュール使いたいということであれば、この脱力防止器具ね、どうかなということで、ね、作ってみました。ね、まず固定するところが何もないんですよ。まあここはね、本当はオプションで例えば、ライトとかいろんなものをつけるためのものなんですけど、ここくらいしかないんですね。でこっちはこうなんていうか外すためのものになってるんで。で、あとまあ収納するときもこういう風な状態に、なるので、できればこの邪魔にちゃんとこう、最後まで収まるような形ではしたいなと思ったので、ってなるともう使えるのがここしかないんですよ。で、いろいろ考えた結果で、しかもこれ上からスライドする感じですね、これはね。で、こっちの Wi-Fi モジュールは下から上にこう挿す、USB-C のね、やつがあって挿すという感じなんで、どうしたもんかなと考えて、最終的に出した結論がこちら、こんな感じです。こんな感じで、これ何かっていうと、上からまずね、この横のとこにスライド式にはめます、ね、これ自体はそんな、ちょっとねここをぴったりくらいで作ってるんで、カチッとはまるかといえば、グッと押し込めばはまるんですけど、でもこんな感じ、スカスカスコスコっていうかの状態です。で、この状態でこうやつね、そのここに胸ポケット、胸マウントするようなやつにもこれつけてたんですよ。これのもうちょっとこれが短い版をつけてみました、ね、これなんで長いようにしたかっていうと、ちょっとなんていうんですかね、ガタつきっていうかね、ぐらつくような感じもしたんで、できるだけぐらつきがないような感じにしたいなと思って、こういう風にしました。で、これだと、抜けたとしても、落ちるまではいかないですね。絶対こう、つっかえちゃうんで。ね。だから、一応、なんかの、こう、本当に脱落防止のための、やつですね、になります。で、一応、ここから USB-C で、給電することもできます。このオズモ、ポケットね、給電しながら、使うこともできます。こんな感じになったんですけど、その視聴者さんの、要望に合ってるかどうかは、ちょっとよくわからないんですけど、僕が主にこういう形しかちょっと作れないなと思いました。上下からね、こう挟み込まないとダメなんで、ね、こっちは上から止めて、こっちは下から止める感じで、こういう感じになってるので、これであれば、問題ないんじゃないかなと思います。で、これがまず一つ、一つだけ紹介って言ったんだけど、もう一つ紹介しとこうかなと思います。僕バイク乗ってて、この前、ちょっと前の動画で、ドラレコをつけたというふうに言ってたんですけど、正直ね、本体の方法なんかもう両面テープでべちゃってつけてるだけだったんですよ。で、なんとかならんかなということで、それもね、うまくつける、ための、この、なんですかね、なんですか、バイクにマウントする用の台座というか、それをちょっと作ってみたんで、それもね、ちょっと、ご覧いただけたらいいかなと思います。そしたら、とりあえずバイクの方もちょっと、興味ないかもわかんないですけど、ちょっと見てください。どうぞ。はい、どうも皆さんお待たせしました。今こんな感じになってます。ステーがね、これ風防じゃないサンシェードね、つけてて、で今回作ったのがこちらね、このケースっていうかね、本体を止めるケースなんですけど、ここね、横もこういう風に出てて、ここに SD カード入れるとこがあるんですよ。だから盗難防止ね、SD カードで、下のところもちょっとね、ここに、引っ掛けみたいなのがついてるんです。ちょっと見えにくいかもしれないけどね、厚みなんかこうスライドしてカチッと入れる感じね、本体をこっち側からね、いう感じに作りました。上下で挟んでる感じになります。で、あとここに盗難防止ネジね。本体の普通はステー、
専用ステーみたいなんで、ね、固定するネジなんで、ネジ穴があるんですけど、そこにネジを、刺して、盗難防止ね。本当はまあ六角とか、なんかちょっとね、したかったんですけど、ちょっと無理そうだったんで。まあ、こんな感じです。ここで止めてます。はい。ではでは。はい。どうも、いかがでしたでしょうか。まあ、正直ね、僕がなんか、結構ね、出来がよく、こう、なんていうか、こう、いい出来にね、作れたんで、ちょっとまあ、どうかなとね、まあ、自慢じゃないけどな、なんていうか、まあ、みんなに知ってほしいというかね、こんな風にもうできるんだっていうね、まあ、3D プリンターの良さとか、そんなところもね、知ってほしいなと思ってね。まあ、僕がメインで使ってるのは、やっぱりフラッシュフォージーと、あと、安い分ね、あれはトロンクシーでいいかな、メーカー名。っていうところの2台を持ってるんですけど、まあそうですね。まあ、綺麗に作るっていうか、時はやっぱり、あっちを使ってますよね。今言って名前が出てこなくなったら、あっちね。ちょっと高い方ね。はい。で、でも、どっちでもね、結構ね、ちゃんと作れます。まあ、表面のね、加工がちょっと目が荒くなっちゃうような気はしますけどね。ただ僕の設定が悪いかもしれない。安い方ね。トロンクシーね。で、これもね、ちょっと、新しい新型をちょっと導入することに多分もうちょっとしたらなると思うんで、それもね、また入れたら違いなんかをちょっと見てもらえたらな、まあ動画にしてみようかなと思ってるんですけど、まあ、3D プリンターね、いいですよ。面白い。いろいろね。まあ、当然、今先ほど見てもらったバイクのその車載のやつでも、まあ、作るのもね、やっぱ3、4回くらいはね、テストで出して失敗してます。うまくやっぱりいかないね。だけど、そう、何回も取り組みながらちょっとずつこうね、改良されていくっていうのがね、いいかなというね、ふうに思って、まあ、やってます。はい。まあ、見てる方で、もしね、やってみようかななんていうことはいてたら、3D プリンターのリンクも一応概要欄に貼っとこうかな。僕使ってるやつ一応貼っときますんで。で、またちょっと、もうちょっとしたらね、多分僕が今使ってるやつの最新機種、上位機種なのかな。まあ、そういった3D プリンターもまたご紹介しますんで、まあ興味あればそれもね、また動画チェックしてみてください。内容はね、僕の動画多分ね、そんな濃くない薄い感じなんですけど、まあ、商品ね、どんな商品かなっていうのをね、ざっと見るくらいにはね、まあ多分見ていただみんな、まあ、分かっていただくくらいには内容はあると思うんで、よかったら見てください。そしたらね、とりあえず今日はこの辺で失礼しようかと思います。さようなら、バイバイ。